こんにちはゴッドファザー、えーザ今ですねあの先生の動画を今日の動画ですねあのまとめて見させていただいてたんですけども今日はあれですかねあの継続できない人に向けての,そのアドバイス的なこうテーマがあったんでしょうかね、えー、全てそういう一貫した内容というかお話になってたと思うんですけども、えー、今日の朝のライブ放送の動画でですね、えー、4つ すごくこうあのアドバイス的なものすごくすごいアドバイスがあったと思うんですね、えー、とまず、えー、と自分を雇ってみるっていうのとあとはその期間を決めるっていうのと、えー、やる気に頼らないモチベーションに頼らないっていうのとあとはそのライバルの設定をするっていうことですねこれ4つあったと思うんですけどすごいのがあったと思うんですがその中でも2つですね僕はあのー、これすごいなと思ったのがありまして。えー まずですね自分を雇ってみるっていうことですね、えー、自分を雇うっていうその概念が僕にはな,なかったんですねあの自分で決めたことはあの自分で決めたんだからできるだろうとかよく言われたりとかですね言ったりする <laughs> 場面があるんですけどもこれは自分で決めるって結構自分で決めたことを実行するっていうのはですね結構危うい部分が非常に多くてですね えー、特にですねこう,こういうところでこう人にこう言わないと「俺はこういうふうに決めたんだ」って言わないとですね、まあ、なかったことにもできるので非常にあの危ういんですよねやっぱりねそういう部分ではなので自分で決めたことぐらいはできるだろうってよく考えがちなんですけどまずそのあんまりないんですよねそういうのってねあのよっぽどでないとなのであの自分を雇ってみるっていうその考え方がですねすごいなと思ったんですよね えー、ですのでおっしゃるようにもこう契約書雇用契約書みたいなのを書いて、えー、ちょっとこう貼っとこうかなと思うんですよねここにちょっとホワイトボードがこうあるんでここにですねちょっとしばらく貼っとこうかなとか作ってですね、えー、考えてます、はい、であと1つ1点ですね2つの中の1点が、えー、とモチベーションに頼らないっていうことですね <laughs> 自分のやる気に、えー、左右されないっていうかあそこを期待しないっていうことですね あのやる気がある時は結構どんどんやっちゃったりするんですけども、えー、やる気がない時はですね明日、まあ、でいいかとかなっちゃったりするんでそういうことが多々あるのでねで振り返ってみると結局なんか平均より全然できてないじゃんみたいなことがあったりするんでそうじゃなくてやっぱりそのそういうさっきのね、えー、と自分を雇ってみるっていうところにもつながってくると思うんですけども仕組みを作ってしまってそれに乗っかってやろうということを だと思うんですよね、はい、今あの会社に通ってるのと同じような感覚なのかなと思ったんですよねあの。今日やる気ないなと思っても会社でやる気ないから行くのやめるかってないですので僕の場合はですね幸いそういうことがないので、えー、そういう風に決めてですねあの決まってることなんだからやるっていうこの時間は決まってるんだからや,んなかやるんだよっていう話で、えー、進めていきたいなと思いました。はい、あとですね それに加えて朝のライブでもおっしゃってたかもしれないんですけども夕方その継続継続をしているのはいいんだけどもあの継続することが目的になっちゃって、えー、違う方ゴールとは違う方に進んでる場合もあるということをおっしゃってたんですけどそうだなとそういうこともあったなっていう風に僕も振り返ってみるとあ思,思いましたので、えー、そういうこともですねやっぱりこう きちんとと見てていいいいただいていると思いますので、えー、今まで通りですね、えー、とこうアドバイスというかご指摘をえいただいてですねでその時は僕もですね、えー、きちんと受け止めてですね素直にえやっていきたいなと思っておりますので、えー、よろしくお願いいたしますはい <laughs> あとはですねえっ、ー、とそのやり取りこの動画のやり取りでですね僕はその目的というかあ,ありまして目標というかえっ、ー、と ま,あまずですねこの投空力をこうあの高めるというか、えー、上手にする必要があるなと思っていますので、まあ、そういった意味でのですね、まあ、訓練というと大変失礼なんですけども、えー、そういう場にも、えー、していきたいなというふうに思っております。あんまりそのくだらない内容をこう動画をお送りしてもですね良、あのー、くないと思いますんで。 まあ、内容については極力考えるんですけどもちょっとね間が空かないようにしていきたいなと思っておりますので、えー、よろしくお願いいたしますはい、えー、これはですねやっぱねとあの今他の動画も撮ったりしててですね、えーまあ、相場解説とかあとはその相場の格言とかもやってるんですけども、まあ、格言なんか特にそうですねあの人,が書い上手な人が書いた上手な文章を読んでるだけなんですけど えー、すごく下手くそだと <laughs> 自分でも思い,思いますので、えー、先生の FX の方と比べ,てみ比べるまでもないんですけど、まあ、聞いてみたりするとですねやっぱりもう全然こうタイミングっていうかこの自分の意見をこう私はこう思いますとかですねそういった部分ももうなんか下手くそですしそういうこともですねちょっと訓練していきたいなと思っておりますんでよろしくお願いいたします。あ、はい、あと,あとあったかかななんか あと、あとは特にないかな。<laughs> 特にないっていうかあ。今日はあれですね。あの、ライブの、朝のライブで、あの、シューってあのスプレーみたいな埃ほこり飛ばすやつありましたよね。あれが出てきて、ちょっとこう、キーボードがちょっと出てきたと思うんですよ。で、ちょっとね、見たら、あの、このリターンキーとか、矢印のところはもう字がなくなっちゃってるんですよね。すごいなと思って、あのくらいやられてるんだなっていう。まあ、あのくらいやらなきゃダメなんだなっていうのを、 えー、感じたところでございます、はい、余談でした、はい。ということでですね、えー、今後とも動画のこのやり取り等含めてですね、えー、よろしくお願いしますということで改めてになっちゃいましたけど、えー、お願いしますということで今日はありがとうございました。ゴッドファザー失礼します